皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ、ここを攻める段取りなんですけれども、まああれいなくなっちゃったな。あれ、そんなことある？とりあえずね、ここの数人ね、釣りましょうか。釣るのは誰でかいいかな。 B 君で釣りましょうか。足早いからね。この速さですよ。急激に接近して近づくとね、あ、何も言われない？敵だ、闇のやつだーとね、来ますので、さあ、複数人呼んだところで、戦闘開始しましょうか。で、クロスボウ部隊は、こちらの方に待機しましょう。さあ、始まりました。レイ君強いよー、多分。さあ、行け。2人程度なら余裕で肩がつくでしょう。行け。いいね、62入ったね。1人倒したね。カンさん持てる？いや、持てないか。よし。さあ、むくんだ。いけ。防御。よし、切れない。あ、アグヌさん、いったね。マさん、筋力足りてないな、多分な。あ、グレンさんの方が振り早いもんね、アグヌさんとかの方がね。まあ、アグヌさんは筋力50あるからね。よし。で、砲台の上に何人かいるから。もうちょっと釣ってこないといけないね。コシュ。さあ、B 君釣ってこようか。はーい。よし、来たな。いいよー。さあ、今です。さあ、いけいけいけ。で、これをやってる間に、クロスボウ部隊行きます。まずはこいつだな。対象攻撃。さあ、狙える位置まで行ってもらって。ちょっと待って、行き過ぎ。こっから狙えないの？邪魔なのにな。よし、めっちゃ誤射してんな。ちょっと撃つ人間限った方がいいかもな。ヘッドショットさんが持ってんのは、よし、これでいこう。この人たちはちょっとね、こっちだね。ちょっと待て、暴走しすぎ。ヘッドショットとジュエルさんも来てもらおうか。ドクターチェンさんも行こうか。で、攻撃。誰撃ってる？これ撃てないのか。ダメか。いや、撃ってるね。当たってる？全然当たってねえな。高いとこから撃たないと無理か。誤射しまくりだかんな。ちょっと話すか、みんな。よし。
ケーオッケー。ヘッドショットさん、位置ついた。衝撃ポイント。いけるか。あれ、手前に当たってんな。よし。いけるか。狙撃ポイント59。打ち合いに負けるな。ヘッドショットさんの方が命中率いいようだな。痛いぞー。よし、125。次はこれだな。他のメンツはなんか打ってるようだけど、傭兵いるか、傭兵いるか、雇っとくか。傭兵いるなら雇っとこう。おお、どこ行くんだ。ちょっと待って、撃たなくていいんだよ。何狙ってんだ。ちょっと話そうか。下手に撃たなくていいから。やべ、なんか来た。なんか来たな。近づいてきたぞ。行け。デュエルさんも行こうか。はい、じっくりとね、戦っていきますからね。そいつ邪魔だからね、削ってもらってね。はい、いいですよ。よし。あれ、いなくなっちゃったじゃん。いや、打ち倒してるわ。ものの見事に。下腹部101。下腹部。こっちはとりあえず抑えたな。右側が抑えらんねえか。段差があってしょうがないね。よし。ヘッドショットさん、その位置届く？まさかの？そこ行ける？信じていいの？ヘッドショットさん、その位置行けんの？狙ってっけど届いてないんじゃない？いやー、なんか届いてんな。すげえな、この位置届く。やべえ、元気なの来た。元気なの来ちゃったな。増やすか。遠距離打てるやつ増やそうか。やばいね、近づく前に。撃て。やらせるな。よし。さあ攻撃を。いいね。当たってんね。さすがですよ、ヘッドショットさん。もうちょっとで制圧できるか。あー、仕留めてますね。全然こっち行けませんかね。当たってるわ。当たってますよ。届いてるわ。あーっと、いいか。いったね。ここは。届いてんね。足。さあ、遠距離射撃。撃て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 。あ、惜しい、惜しいよ。よし。当たった。制圧完了。ちょっとさ、武器戻そうか。危ないからね。やべ、もう、23発しかなくなっちゃった。結構撃ちすぎたかもな。
よし。違うわ。この人たちだけ古書外すか。さて乗り込むぞ。B 君の速さが半端ねえな。待て、どっから行く？考えろ。抑えるべきはどこだ？いきなり戦線を拡大しちゃうと大変なことなんだよな。まずはこの中か。行け。さあどう動くかな。あー、いますね。さあ行けるか、レイ君。はいはいはい。グリフィンさんこっち、モラフチーフさんもこっち、はい、マさんこれ。さあ始まりました。クロスボウ部隊どうなってる？めっちゃ遠いとこにいんね。もうちょっとさ、こっちの方にいないと意味ないんじゃない？入り口を押さえようか。よし。入り口を押さえたら、うん、あとはね、こいつら起き上がってくるからな、回収しときたいな。あんまし回収が望めないか。パックもだいぶ持てなくなってるしね。パックドリキャン以外ちょっとでも空き作んねえとな。よし、あと2本はいけそうだな。回復も奪って、ここら辺しっかりしとかないとね、後々が困るんですよね。よし、さああと持てそうな人は、キュウリさん持てんじゃない？ちょっとしか持てないか。持てないよりはいいね。よし。よし。ダメか。捨てるか。せめて捨てよう。よし。どこ行ってんの？おじいちゃん調子どう？どうした。みんな何やってんの？死体降りようか。さあいいよ。さあ次どこ向かうの？探して檻に入れる。傭兵やられてるね。そっか、まだ傭兵いる可能性がいんのか。バー行ってみようか。バーどこだ？あった。ちょっと足の速い B 君にお願いしようかな。足やばいね。ちょっと暗いすぎてない？それ。あ、バードさん倒れてますね。形成外科忍者いないな。バーも片方あんね。こっちだな。え、いないね。いないんじゃしょうがないけど、そこ大丈夫？なんかすげえことになってっけど。やばいのいるんじゃないの？ああ、無謀にもこっち来ようとするとそうなっちゃうよ。そりゃそうだよ。一斉射撃ですよ、もう。スケルトン修理キットがないか。ちょっときついね、それ。
け、よし、あーいいね。ちょっとダメージみんな多いな。やべ、新門下いいんじゃん。いや、ちょっと待って、新門下いっぱいいんじゃん。まずいねそれ。道理で苦戦してるわけで。ああ転がってく。いや違う、いや違う、転がってるの俺たちじゃねえ。急げクロスボウ部隊、暴走してる。こいつの暴走止めろ。あーアグヌさん、あーやられてんね。大丈夫かな。ちょっと距離遠そうだね。どう？いやー敵の暴走が半端ないね。バーンさんも頑張ってるけど、新門感がやべえな。頑張って倒せ、倒していけ。いややばい、有効打与えろ。あっとルカさんが腕やられたな。やべえ、新門下数多いな。やべえなこれ。抑え込め。あー新門下がこっち向かってきてる。あとね、こいつか、パラディンの声が一匹いんだよな。やっと一匹倒したか。やばいね。こいつらの装備はちょっと軒並み奪っとかないとやべえな。あ、マサン捕まってる。ここに転がってんのはパラディンか。うん、カロルさんも不自由。応急処置してよか。ルカさんがやべえな。71がいいんだよな。しかも瀬田さんじゃん。想定外だな、これは。他は一匹いるね。審問官、負傷してる審問官がいるね。うん、どうにかしないとまずいですね。とりあえず手前のやつから。よし、減らした。やべえな。ネームドいたか。とりあえずクロスボウ部隊。あー、レイクも捕まってる。武器持ってかれたな。全員選択で。こいつ撃ち抜かないとやばいな。よし、よ
問題はどこに持ってかれたかだな。ルカさんやばいね。そこ巻き込まれるね。逃げろ逃げろ逃げろ。ああやばい。ちょっと戦いづらいねそこね。もうちょっと下降りてきてほしいんだけどな。後ろ下がっちゃうんだよな。いけ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 。カロルさんはもうちょっと修理してもらえた。ルカさんはね、ちょっとこっち行ってるか。あー、やばいね。バーンさん、もうちょっと頑張ってくんねえかな。危ねっ。よく守ってくれた。いけ。倒せ倒せ。蜂の巣にしろ。あ、危ない。よし。あ、危ないね。とりあえずといったとこか。セタは持って帰んねえとな。よし。どんな感じ？結構ダメージでかいよね。問題は武器どこに持ってかれたかだな。持ってったやつがどこにいるかだ。とりあえずこの中に避難しようか。中に避難しつつ、外に倒れてる人の回収を行いましょう。まずは、ソマンさんの回収。トラビスさんでバードさんの回収に行きましょう。ピッキング。ルカさん、ああマサモか。グリフィンガーさんどこ行ってんだ？上か。戦闘中になったね。あ、ソマンさん起き上がったか。ちょっとこっち移動しようか。じゃあ担がなくてよくなったか。担ぐのはパックだな。あ、あぶね。これやばいんじゃない？危なかった。ああ靴売れないね。兜はまあ品質いいからちょっと持っとこうか。これがちょっと持てねえな。まあいいか。よし。奥さんは？よし。手つけずったか。で、開放して。気力とかないか。問題は武器をどこにしまわれたかだな。それが問題だな。どっかにも誰かが持ってる可能性がある。こればっかりはちょっと調べないと分かんないね。
キング成功。解放。うん。ドイツが持ってっかな。それか落ちてる？落ちてんね。野立は落ちてますね。野立は明らかにレイ君の武器でしょう。ただね、包丁がねえな。それなりにいい包丁のはずなんだけど。で、ルカさん、左腕？左？ビンゴ。ビンゴですよ。問題はあと、はい、急いでルカさん。あれどこに包丁があるかだな。どっかしまわれたかな。ちょっと見てみないと分かんねえな。ないね。うわ、飯があるぐらいか。あとありそうなのは？なし。なし。誰かが持ってる可能性か。ああ、これ傭兵のだね。やっぱ持ってる可能性があるんだよな、誰かが。忍者と誰から盗んだもんな。包丁がねえな。あとどれだろう。持ってないね。あー、スケルトン治療キットがないの痛いな。フィンガーさん、もうちょっと探索しようか。どっかある。ザンバ灯がかかってるだけか。しまってねえだろうな。包丁タイプだったら誰か持ってそうですね。問題は誰に持ってかれたかだよな。これがいた。危ねえ。クマさんのもとへ。ゲットゲッチュ。危なかったね。よしよし、みんな生きてるか。53。みんなとりあえず生きてるようで何より。まあ、まずは一旦中に入ってね。みんな休もう。あー、腕が担げない。キャットさん、おじいちゃん担いであげて。よし。よし。立てこもり作戦開始。で、まずこの状態でしなきゃいけないのが、セーブ。ここら辺の意識不明な奴らを無力化したいんだけど、それちょっと動けるようになってほしい人たちがいるんだよね。あと、レーンさん担いでる？カロルさんが担いでるか。よし。うん、649。奥さんは、ちょろっとモテる人ね。回収してもらって、無力化しておきましょう。よし。はい。
これでなんとか。なるといいですけどね。あと担がれてる人はベッド寝かせらんないもんな。私のものではないって出ちゃうよきっとね。どうしてよ。とりあえずこんなもんでしょうかね。戦況は、被害は、今んところ武器も戻ってきたしね。ダメージがやはり大きいですね。でルカさんだけが左腕やられたんだけど、甲斐がありましたと。他の人たちはとりあえずは気絶等はしてるけど生きてますね。よかったよかった。攻撃6。まあ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 、しょうがないですね。じゃあ、ちょっくら時間があるので、あさりましょうか。あ、待って、生きてるあいつ。誰だっけ？バーンさんが担いでるね。これ、賞金首だからね。生きてる？危ねえな。死んじゃうとこだったな。医療班。お金になるんだから、そうそうやらせないですよ。おぎしゅち、よし、武術16ですね。ああいいよ、大丈夫だね。ということで、大まかに食い散らかしましたね。一部回復してるものっていうかいるけど、まあ血だまりができてる人たちは多分おそらくはもうね、ほぼほぼ助かんない人たちだと思いますので、とりあえずね、今回はここまでにしましょうか。次回までにですね、またここら辺に戻って回復しておきたいと思います。で、その回復をした状態で、再度ね、こちらの方を攻め込んでいきたいなと思います。まあ、ただね、ここの守りも一人しかいないですしね、まあ、ほぼほぼ、やったんじゃないでしょうかね。あとはもう、って感じですよね。次全回復の状態で攻め込めば、まあ問題なく勝てるんじゃないかなと思います。でね、やっぱりね、武器取られるとね、怖いんですけれどね、必ず倒れてる奴らが持ってたりしますのでね、どっかになくなるわけではないので、しっかりと探せば、まあ、持てない、野出しとか系、こういう系に関しては、ホーリーネーションが持てないんで、カバンとかなくて、落とすだけですけど、こういうのに関してはね、ここで持てちゃうので、誰かしら持ってると思いますね。時間さえ経たなければ。まあそんな感じでね、敵にも甚大な被害を与えて、ね、これね、将軍首ね、使いましたんで。そうだな、次回までにどうしようかな。ちょっと B 君には、賞金首を預けに行ってもらいつつ、ビッグ足大丈夫だよね。うん、足大丈夫だからね。行ってもらいながらちょっと回復の方をしておきたいなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。